これなんなんやろ。お、これ使えるんや。なるほど。え、性別が変えられる。性転換ができるよ、ここ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、まだビルダーの鐘は鳴らせんのか。ちょ、待って。どれぐらいあと。あ、いけるやん。ビルドレベル上げれるようになったよ。ということなので、殴る。よし、これで。ああ、またなんかいっぱい走ってきた、走ってきた。ビルドレベル3。イエーイ。何人来た？あ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。1、2、3、4、5人？新しい仲間がやってきた。歓迎します。お、そして、新たなレシピ？なになに、アイナはたくさんのレシピをひらめいた。おお、絨毯とかできるやん。すげえ。ガラス絨毯。あ、常夏ドリンクはこれでやっと作れるんやね。なるほど、そういうことね。ないと思ったわ。小さな噴水とかもそうやっけ。はあ、素晴らしい。鐘を鳴らし、私たちのものづくり力を高めてくれたのですね。金のかがり火に、金レンガの壁、絨毯とは、どんだけ豪華なものを作ってくれる気だよ。常夏ドリンクにキノコ盛りか、ん？キノコ盛りかごに肉料理プレートも。ありがとう。バーの料理も考えてくれたのね。そして、新しいアルクレたちも来てくれたようだ。こいつはますます忙しくなるぞ。ありがとう、アイナ。これで鉱石掘りも、バー作りもはかどるわ。ゴルドの復活も近づくわね。イエイ、やったね。さあ、アイナ。新しくやってきたアラクレたちに声をかけてみましょう。どうも。よ。よし。なん、ちゃんと話せる人はいないの。あ、中におるやん。ちょ、待って。じゃ、5人じゃなくて6人ってこと？いたいた。不思議な鐘に導かれて様子を見に来てみたけど、君たちここで何をしているんだ？そういう話し方、丁寧な話し方のアラクレもいるのね。え？宝石掘りに街づくり？そんなハーゴン教団の教えに背くこと、私たちは認められない？いや、でも間にアラクレいるけどね、それ。あなたたち、ここで一緒に暮らさない？鉱石を掘って、鉱山街を発展させましょうよ。ダメだ。そんな教団の教えに逆らうようなこと。逆らうようなこと。ああ、やっぱりダメだ。やっぱりこんな可愛い子と暮らしたいという筋肉の叫びには逆らえない。筋肉じゃ魂なんや、あれ。わかった。教団には秘密で、ここの住人になろう。内緒で鉱石を掘りまくるぞ。内緒やのに掘りまくるんやね。アラクレたちが仲間に加わった。イェーイ。ま、結局はね、みんなペロちゃんの虜になっていくと。そういうことですよ。さあ、仲間も増えたし。これでね、君は何か。なあ、アユナ、真剣な話、おめえはペロのこと不憫だとは思わねえか？どういうこと？ん？アラクレに囲まれて毎日楽しそうだぞ？おめえそれ本気で言ってんのか？それとも嫌味的なあれか？そういうことじゃねえんだ。暑くて砂だらけのこんな場所にいて不憫に思わねえかって言ってんだよ。そこでな、アユナ、ペロがいつでも綺麗でいられるようにシャワールームを作ってやってほしいんだ。シャワールームはプールの近くにあると便利かもな。部屋の壁は銀タイルの壁で頼むぜ。部屋にシャワーとついたて、壁掛けタオルを一つずつ置いて、ペロ用のシャワールームを作ってくれ。別に専用じゃなくていいんじゃない？みんな使っていいと思うよ。お、シャワー、人が近づくと水を吹き出す装置。ちゃんと出るんか。すげえ。ん？なんか向こうに、何やってんのあの人。え、ちょ待って。あなたは一体何をやってるんですか、そこで。ポーカー？アイナさん、今回見事な金の突きぶりでした。新しいアラクレさんも来てくれましたね。これで鉱石が取れる量も増える。そしてもっともっと深くまで地下坑道を探検できるでしょう。アイナさん、鉱石が不幸をもたらしたなんて、今思えば間違いだったとよくわかります。教団はこう説いたんです。鉱石の輝きが欲を生み、争いが起こる。光が目をくらませ、人は我を失うと。しかし、鉱石の輝きは人々に希望を与えるものなのです。争いを生み出すものでは決してない。アイナさん、これからもどんどん鉱石を掘ってください。
そしてゴールドラッシュを取り戻すんです。まあそういうのは結局ね、人次第よね。シャワールーム、シャワールーム、この辺に作ろっか。銀タイルの壁で、この辺に結構チマッとした感じでいいと思うよね。あ、違う違う、この辺壊してよいしょ。はい、どれぐらいでチマッとしたのかがちょっとよくわからんけど、はい、作っていきましょう。はっ、あ、待って、間違えた待って、間違えた。あれよね、一周全部銀タイルの壁にせんといかんってことよね。よし、あ、いい感じじゃない、多分多分こんなもんでいいんじゃなかろうかと。うんうん、良きだね、良きだね。どこ？ここか。はい、小さいかな、わからない、もうわからないなんかすごく狭いような気もするけど、とりあえずね、中にあの家具が置けたら大丈夫だから、こんなもんでいいんじゃね。よいしょよいしょ。まあ、思ってたよりはなんかちょっと圧迫感があるよね。だからまだできてないんだって。様子見に来るの早いんだって、ちょっと。は。だから私が違うところに置いてしまうじゃないか。あ、そこ。そこ違う。扉も必要よね。扉私持ってなかったっけ？ほ、ほ。どうしてもこっちまで出てこれんやん、あのおじさん。出てこれんやん。これぐらいの隙間は必要なんか。はいはい、これで。あ、扉あるよ、扉。ほら。ご飯ですね。急に走って行き出した。はい、これで、あとは、小さい空き部屋ができた。拠点狙うモンスターが、ちょっと大丈夫みんな。はい、ついたて、そして、シャワー、で、タオルや、タオル。どこ行った、タオル。あ、あっちにあるんか、ちゃんと。じゃ、これで、この奥ら辺に、シャワーを、ポン。はい、そして、この辺に、ついたて、ポン。そして、タオルを、この辺に、ポン。これで OK？ 小さいシャワールームできたー。できたよ、シャワールーム。ほら、おいで。何？敵がおるけん、こんの？へい。くおー、ペロのためにシャワールームを作ってくれたんだな。ペロはな、あいつがガキの頃から俺たち荒くれにとって特別な存在なんだ。俺たちがくじけそうになった時、間違えそうになった時、いつも道を示してくれたのはペロだった。今もこうして料理を作ったり、みんなを励ましたり、献身的に尽くしてくれる。あいつは今やどんな金よりも綺麗に光り輝く俺たちの宝なんだ。あゆな、忘れるなよ。おめえは雑だがライバルだ。愛するペロは絶対落とさねえからな。ちなみにペロ用と言ったが、本当は俺たちもシャワーを使う。おめえ絶対覗くなよな。興味はありません。全く持ってないです、荒くれの裸とか。なんか列をなして。ビルダーの金のおかげで荒くれたちの数もかなり増えた。そろそろ本格的に銀の鉱脈を探してほしい。今はまだ一つだけだが、銀の鉱脈はまだまだあるはずだ。鉱脈を三つ見つけて荒くれを働かせてくれ。うおーし。オイラは先に奥まで行っておくぞ。アイナは準備ができたら来るんだぞ。なるほど。アユナ、銀の鉱脈を探して行動に行くのね。これあげる。あ、いつもの。キノコハンバーグ。あ、なんか豪華になった。ありがとう。あなたの真似して作ったの。うまくできたかわからないけど、よかったら食べてみて。ちょ、待って。頭抱えないで。くっそー。またそんなものをもらいやがって。この許されざるビルダーめ。さあ、銀の鉱脈を3つ探して、荒くれを働かせるんだ。まずは行動のマシモのところに行きな。おっと、ワープを使って昇降基地に行くと、すぐにマシモに会えるぜ。地図に目的地が表示された。了解です。何？お客さんを入れてるの？そういう役割なの、指導は。
なんだかよくわからないけれど。さ、これで、こっち側も同じようにすればいいんかな。まあ、多分そういうことやと思うけん。ここ、ここ、ここか?は、ですね。さ、これで、は、は、そして横に置いてゆくと。よいしょー。あ、違う、こっちか。は、オッケーオッケー。これで上は?どういう感じになってるんだ?あ、ここの部分で、あ、横にも3つ必要なんか。ってことは、あ、違う。違う違う違う。これで上を向く、あ、こういうこと?ですね。お、あ、あ、で、こっち側も同じように、あ、なんか、バーで満たされたのね。ハートが落ちてるわ。はい、これで?あとは、あれはどこの部分だ?上やね。ん?アイアンの、あ、この辺もアイアンの壁なん。この中そう?はい。なるほど。あとは、あ、なるほど。そこの二つ。ここが、アイアンの壁。はい。この上に置くやつは?ブロックライト。まだできてないやつか。じゃ、銀タイルの壁をちょっと置いていきましょうか。三つ。とりあえず上に三つ。どこ?ここか。あ、違う違う違う。これじゃない。場所間違えたかなって一瞬思った。はい。これで、は、はい。三つ、横は ?1、2、3、ん、待って。あ、まあ、とりあえずあっちまで行けばいいんか。なるほど。こういう感じで行きまして、で、次この下。ほ。こういうことやね。おー、なんかどんどんできていきよる感動なんやけど。超感動なんやけど。しかし銀タイルの壁が足りない。なんかずっと一人でポーカーしようんよね。怖っ。怖いよー。じゃあとりあえず、あれだね。これで、待って、あ、ここここここ。はい。昇降基地にワープします。こっちを先に進めていこうか。はい、到着。やってきたよ。何やってんの?なんで震えてんの?う、おーあいな。遅すぎる。遅すぎるぞ。おいら暗くて怖かったんだぞ。あ、なるほど、そういうこと。どうやらこの先に銀の鉱脈ありそうだぞ。でも岩の壁が邪魔で進めないぞ。さあ、いつものようにお前の大金寿司で岩の壁を壊して道を作るんだぞ。よし、行きます。行ってゴルゴンに来てほしいわ。よよよ。指導も手伝ってよ。とりあえずこれで、抜けた。おお、岩の壁を壊してくれたんだな。やっぱり道が繋がっていたぞ。モンスターいっぱいおるけど。これだけ壁を壊してくれれば、あとはオイルたちでもどうにかできそうだぞ。ささこましい穴をでかくしてやるぞ。うおーい、みんな、オイルたちの出番だぞ。お、ちゃんと穴広げてくれるん。うおー、なになに、どんなどんな。よーし、いい感じに行動が広がったぞ。これで荒くれでもバシバシ送れるぞ。さあ、いいな。みんなについてこのまま先へ進むんだぞ。きっとこの奥に銀の鉱脈あるぞ。おー、ほんとや、めっちゃ広くなったやん。やったね。さあ、行こう。痛い痛い痛い、眠った眠った。助けてー。で、どこよ。いや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 、やんないしろよ。よいしょ。とりあえず、ツタの実も必要やから、取っていきまーす。で?ふんふんふん。金。あ、なるほど。私についてくるんか。
そういうことか。あー、ちょっとやめて、そういうの吐き出すの。で、何、どこに行けばいいのよ。あ、あっちにあるんやね、目的地は。ふんふんふん、行きます。あ、ほらほら。え、なんかおるんやけど。え、踊る宝石？お、何この空間。どうも。え、話せるの君。やだ。あんた誰よ。レディに急に声をかけないで。女の子なんやね。あんた、ここは行動よ。そんなにニコニコとして、随分余裕がありそうじゃない。ちょうどいいわ。うわ、でかい。私の願い聞いてもらえない？いいよ、別に。まあ、ありがとう。どんなお願いが聞きもしないで受けてくれるなんて。実はこの先は迷路みたいに道が入り組んでいるの。私の三匹の弟が行方不明なのよ。弟たちは光り物に目がないから、鉱脈を見に行って何かあったんだわ。さあさあ、そんなこんなで三匹の弟探しをよろしくお願いするわね。そんなこんな。そうそう、この先は暗いから、消えた松明に火を灯しながら進むといいわよ。道は入り組んでいて迷いやすいけど、火を灯せば一度通った道だっていう目印にもなるんだから。お、地図に目的地が表示された。私の弟たちを探して。頑張ります。ふんふんふん。これなんなんやろ。お、これ使えるんや。なるほど。え、性別が変えられる。性転換ができるよ、ここ。やばいやばい。何開くって。何を開くの？え、なんか開けたんやけど。何、どういうこと？ちょっとよくわからない。あ、ここでなんか、作業台もあったわ。なるほど、なるほど。とりあえず、あの目的地が弟ってことかな。じゃ、結構近くにおるね。この木材。よし。ちょ、待って、集めといてあれやけど、ちゃんと食べとこ。行動が遅い。あ、ほら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 。え、もしかして襲われてます？助けてー！うひゃー、魔物だ、魔物だ、君も魔物だよ。おい、あいな、魔物が魔物に襲われて騒いでるぞ。ひょっとするとあいつが踊る宝石の弟ってやつかもな。よし、あいな、魔物どもを蹴散らそうぜ。ちょっとそれはよくわからんけど、私話しかけるね。うわー、悪い魔物がいっぱいだよ、助けてよ。なるほど、とりあえずなんか、やっつけんといかんっぽいね。やめてくれる？毒とか。毒とか、毒とか。君危ないよ、そんなとこにいたら。マッシーも戦えし。戦えよ。あ、寝た。寝た、助けて。よしよし、オッケー。こんなはずでは。ごめんね、強くって。イエイ。うわー、助けてくれてありがとう。僕、銀鉱脈に見とれたら、魔物たちに難癖をつけられちゃって。あ、いっぱいある銀。ここか。え、お姉ちゃんが探してたって？お兄ちゃんじゃなくて？あれ、お兄ちゃんな。うの？あー、あれは銀の鉱脈に間違いなそうだぞ。よくやってくれたさ、いいな。うおーい、みんなー、こっちだぞー。さあ、ここで銀を掘りまくるといいよ。よしよし、いい感じやね。やったぞ、いいな。これで銀の鉱脈を一つ見つけたぞ。銀鉱脈をもっと見つけるぞ。悪い者たちから助けてくれてありがとう。もういいの？これで。ついてこないんすか？もうなんかマーク消えたけんいいってことかな。じゃあ次はあっちに行こうかな。めっちゃ走っていく。あ、おる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 。はい。よいしょー。ん、なんか砂。砂がいっぱいある、この辺。え？出してくれよ。この中？え、まさかのこの中ですか？ちょ、待って。何やってんの？何をどうやったらここに入るの？ちょ、謎すぎるんだけど。あ、いた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 。あ、ここにも銀がある。そういうこと？あれあれ、土砂がなくなってやがら、お前たちが助けてくれたんけ？何その喋り方。俺、銀鉱脈に見とれたら上から土砂がドシャッと来てよ。生き埋めになっちまったんさ。あ、そういうことか。お？おお、あれは銀の鉱脈。見つけた。見つけたぞ。あ、要はこの三兄弟がおるところに銀の鉱脈があるってこと。なるほど。うおーい、みんな、こっちだぞ。さ、これで二つ目の銀鉱脈。発見。
オッケー、いい感じ。いい調子さいな。これで銀の米粉を一つ見つけたぞ。じゃあ次で、三つ目か。さっきは助けてくれてありがとな。俺、駅名の馬になるとこだったのさ。まあ、早く出なよ。さあ、そして次は、こっちから行ける感じかな。あれ？行き止まりやけど、ここは通って、ああ、ちょっと待って、やめて。ここは通っていける感じかな。爆発させる感じっすか。ちょ、待ってね。おけんやん。は。よっしゃー、いけるー。で、多分この先に、おるはず。あ、おるおるおる。こっちこっち。あ、違うやん。大元やった。大元だった。こっちやこっち。びっくりマークではなく、丸のマークを探していかなければ。さあ、これで、こっち側か。あ、なんかすごい長いキノコがあるんやけど、何あれ。どうした、あ、ここ？こっちか。じゃあ、ここを。ほっ。爆破しましょう。あ！ダメージを受けてしまった。くっそ。でも、こっちの方に銀鉱脈があるはずやけん。お、誰？なんか、ね、誰？なんかおばちゃんおったよ。え？銀を探すためだ。宝石野郎の弟を助けてやろうぜ。少し味気ない気もするが、壁は爆弾で吹っ飛ばせよな。そうじゃなくって。あら、まあ、あなたたち人間ね。こんなところで何をしてるの？それはこっちのセリフだけど。まあ、ビルダーなの？銀鉱脈を探しているのをね。おい貴様、どうしてこんなところにいるんだ？なんだそのかすれ声は。それはほっといてあげて。ごめんなさい。おばさん何十年かぶりに声を出したから。コホン、おばさんのことはいいの。この上にハッスルしてる人がいるみたいでね。どうしても気になるのよ。ん？何これ？なんかすごい。何ギーンギーン。見に行きたいけど、キノコも傘が取れちゃって登れないし、どうしたものかと思って。めっちゃなんかすごいキノコだらけなんやけど。そうだわ。ビルダーのあなたならなんとかできるでしょ？特大キノコの傘で上に行く道を作って。え？どういうこと？もしかしてこれ取れるってことかな？はぁ、取れる！そういう感じ？待って、どう、じゃあこの辺から辿っていけばいいってことかな？え、だからそこにおるんやないん？あ、そこにおるんじゃないわ、そういうことか。そこに置いて行くってことか。え、置けねえ。え、不思議な力で弾かれるんやけど。あ、置けた。置けた、置けた。まあ、とりあえずこうやって置いて、登っていけば、良いということですね。で、これで、これを取って、ごめんね、ちょっと二人とも落としていくけど、あ、復活した。復活した。これでいけるんかな。あ、で、そこにも、お、これを取って、はい。あ、いけるいける。あ、君か、こんなところに。あ、ここも銀鉱脈？あったあった。しゃあ、なんだなんだてめえらは。踊る宝石は見せ物じゃねえぞ。あらまあ、あ、来た来た来たおばさん。下に聞こえていた声は踊る宝石の発する声だったのね。何事もなくて安心したわ。何事も何も、俺は銀に心を奪われただけだ。心配される言われはねえよ。ん？何どうした？これは銀の鉱脈だぞ。やっと、やっと見つけたぞ。うおーい、みんな、こっちに来るんだぞ。みんな、私が作った道を。さ、これで3箇所。めっちゃ取れるんじゃないんじゃ。やばいな、ここ焚き火があるんやね。やけに明るいと思ったら。いいぞ、いいぞ、ええな。これで銀の鉱脈を一つ見つけたぞ。あなたたち、地上の人間なのよね。よかったら私を、あなたたちの住む町に連れて行ってくれない？私はオンバよ。これから地上までついていくわね。嫌って言ってもついていくわよ。ええー。あらあらあら、まあまあまあ。何？ああ、来た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 。あんたたち、私の弟たちを助けてくれたのね。
私の弟たちたら光り物に目がなくって、見つけたらすぐに夢中になっちゃうのよ。君もでしょ？その点私はもっともっと珍しい鉱石やお宝に目をつけてるわ。ああ、山彦の笛さえあれば、あんなものもこんなものも見つけられるのに。何山彦の笛って。ふん、まあいい。これで銀の鉱脈は3つ見つけられたな。一度地上に戻るとしようぜ。これでとりあえず、ここのも達成したってことかな。俺は銀が大好きなだけだぜ。なんか、おばちゃんはずっと地下にいたの？さあ、私はあなたたちの住む町に連れて行って。まあ、連れて行くしかなさそうですね。別に嫌なわけじゃないけど。さあ、それじゃあ。これさ、プール用の水汲んどいた方がいいんかな？汲んだっけ、私。よいしょー。あー、なんかすごい、悲しい感じに、水がなくなってしまった。まあ、それじゃあ行きますか。拠点へ。わー。あなたすごいわ、ありがとう。さあ、やってきたよ。おー、あいな、銀の鉱脈を3つ見つけられたんだな。このオッカムルの地下空間には、まだまだたくさんのものが眠ってる。噂に聞く地下神殿や聖堂ってやつも、きっとどっかにあるぜ。ま、何はともあれだ。これで銀の採掘量も上がるだろう。夕方の報告会を楽しみにな。ふぅ。じゃ、めっちゃ手に入るようになるってことやね。はあ、なんて素晴らしいの。地上の空気を吸うなんて何十年ぶりかしら。言葉を喋ったのも久しぶりよ。実は私はね、子供の頃生き埋めになって地下で生き延びてきたおばさんなの。はあ、若くてピチピチだった私ももうすっかりおばさんよ。私もここに住ませてね。地下のことにも詳しいし、きっといつか冒険の役に立つわよ。マジか。それに私、この餅がとっても気に入ったの。町のためなら一肌でも二肌でも脱ぐわ。オンバが仲間に加わった。頼もしそうやけどね。でも、地下空間でおばさんになっていたとかかわいそすぎ。ピチピチだったのに。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。久々、何十年ぶりに言葉喋ったにしては結構スラスラ喋るよね。もっと詰まりそう。